桃高菜子を守るためどうもとつよし、しゃべくり007。出演も新婚生活ノータッチで囁かれる裏事情。桃色クローバー Z 桃高菜子の存在が番組で消されたことが、にわかに話題になっている。写真、どうもとつよし、結婚直後の姿を目撃。8月12日、百田の夫で、近畿キキッズのどうもとつよしが、 バラエティ番組、しゃべくり007日本テレビ系に7年ぶりに出演。その内容について、芸能記者はこう話す。前回、道本さんがしゃべくり007に出演した際は、専人と呼ばれる私生活が注目されていましたが、今回は、そこからさらに我が道を行く生き方が大きくフィーチャーされました。出身地の奈良県への愛を語り、 地元に縁のあるものに囲まれて暮らしたい、といったことを堂本さんは告白。また、信仰のある水川あさみさんとのエピソードについても話していたんです。ただ、番組でのトークが前回出演時と同様、私生活の内容が中心だったにも変わらず、奥さんについては全く言及がなかったんです。近況やプライベートについて語ったが、 人生の大きな転機であろう。百多との結婚には触れなかったというわけだ。2024年1月11日、二人は結婚を発表。15歳差カップルの電撃婚報告は大きな話題となっていた。そのため、喋くり007の放送後の X には番組を見ていたと思われるユーザーから、 どうもとつよしももたかなこの結婚の話でないの不自然だよな。その話は NG なんかしゃべくり007にタレントさんが出てて結婚したばかりなのに結婚について触れない。近畿キキッズの話と結婚の話全く触れない呼び方はどうもとさんだし不自然。といった疑問の声が寄せられていた。同本は、 5月30日放送のバラエティ番組ぐるぐる99日本テレビ系のグルメチキンレースゴチになりますに出演していた。その際には家族とか友達に今日絶対いい成績取ってくるからって意を決して家を出てきたのよ。だからこの後報告するのが楽しみと百田との会話を匂わせてはいたがそこでも 新婚生活や夫婦の日常について触れることはなかった。こうした対応を取る理由を前室の芸能記者が話す。以前のジャニーズ事務所の体制の時は、タレントが妻の話題に触れることは、ほとんどありませんでした。2024年4月に事務所から独立した堂本さんですが、その意識が続いているのかもしれません。百田さんとの結婚には、 祝福の声が多かったですが、やはり、ショックを受けたという道元さんのファンも一定数、いたようです。もちろん、それは百田さん側のファンも一緒です。道本さんは、自分がアイドルであることを自覚しており、夫婦の匂いを出して、ずっと応援してくれているコアなファンを悲しませるようなことは、したくないようです。もちろん、そのことが百田さんにとっても、 安チから守ることになる、と分かっての判断だと思います。妻を守るため達観した態度をとる夫は、百太にとって頼もしいことだろう。